皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。日本人ならみんな大好きな焼き鳥。日本には個人店からチェーン店、大衆店から高級店まで焼き鳥を取り扱っているお店があちこちにあります。スーパーの惣菜売り場やデパ地下でも必ず売っていますし、コンビニのレジ横にも並んでおり、日本人にとって焼き鳥はソウルフードと言っていいほどの食べ物になっています。今回はそんな焼き鳥について、渓谷のネット掲示板で話題となっていましたので紹介いたします。日本の焼き鳥の歴史。焼き鳥に使われている鶏。鶏の祖先はもともとは野鳥で、新石器時代末期に日本に家畜として鶏が伝来したと言われています。平安時代の古文書類獣造養抄には、三縁の料理として鳥焼き物が記載されています。この頃は野鳥であるキジやカモを食べていたようです。そして江戸時代になると、神社の参道ではスズメの焼き鳥屋が名物だったと言われており、江戸時代中期には現在の焼き鳥の原型ができたものと思われます。明治時代になると焼き鳥屋台が登場。この頃はまだ焼き鳥は高級食材でありましたが、関東大震災以降には焼き鳥の屋台が東京のあちらこちらに誕生したようです。海外でも焼き鳥は日本料理として認識されるようになっており、全世界に焼き鳥人気は広がっていき、外国人の大好きな日本食の順位に必ず入っています。火を通してある料理だし、照り焼きソースはアメリカなどでもとても人気なので、焼き鳥も結構いける人が多いのかもしれませんね。ちなみに焼き鳥が初めて英語として現れたのは1962年のことのようです。今では現地で独自の進化を遂げている焼き鳥も見られます。例えばフランスのブフフロマージュ焼き鳥です。フランスの焼き鳥は日本のものとはちょっと印象が違い、チーズに串を通し、薄切りにした牛肉で巻いて醤油ベースのソースで焼く料理となります。食前酒と一緒に楽しみたい料理といった感じのようです。小さな鶏といえども、肉の部分から内臓に至るまで様々な部位を使う焼き鳥。そんな部位まで食べるのかよと最初は驚く外国人も多いですが、海外でも人気となっているのはとても嬉しいことですね。渓谷の焼き鳥。渓谷では定番の屋台料理となっているタッコチ。鶏肉の小片と玉ねぎを串に刺して焼いた屋台料理で、タイコール鶏、コチイコール串が名前の由来となっています。鶏肉はコチの最も人気のある食材であり、他にソーセージやかまぼこ、タッカルビと呼ばれるショートリブを用いる場合もあるのだとか。日本ではあまり馴染みがないですが、渓谷では屋台を中心に専門店も数多く存在するほどの定番となっているようです。日本の焼き鳥との最大の違いはタレ。香ばしい炭の香りと自家製秘伝のヤンニョム辛みだれの甘辛で濃厚な味わいが特徴となっています。日本式焼き鳥 VS 渓谷式焼き鳥。渓谷の掲示板で日本の焼き鳥 VS 渓谷の焼き鳥というスレッドが立っており、話題となっていました。スレ主は両国の焼き鳥の写真を紹介しています。
この投稿に対して日刊のネットユーザーから様々な声が寄せられていましたので、一部紹介いたします。渓谷の反応。日本の焼き鳥は小さすぎて一口サイズ。ただ日本は渓谷のように唐辛子や胡椒、ニンニクなどのスパイスなどを入れすぎて食材の味を劣化させるようなことをしないからいいね。日本の焼き鳥は渓谷で売られているものとは次元が違うよ。数百年の悠久の料理の歴史を持つ先進国らしく、食べ物の水準は日本がアジアで圧倒的だよ。日本の専門の串焼き屋に行って食べたらマジでうまいよ。日本人は好まれない動物の部位を料理して美味しそうにするのがすごい。職人技とかける手間は見習わなければならない。個人的には焼き鳥屋で食べたハツとトマトが忘れられない。私は渓谷式の方が美味しいと思うけどな。日本式は部位がいろいろあるのはいいけど、しょっぱすぎる。私はもともと渓谷の屋台の焼き鳥好きだったんだけど、ある瞬間からすごく臭く感じて、美味しい焼き鳥店がなくなってしまった。なので最近は日本の焼き鳥の方が好きです。でも日本の焼き鳥は美味しくても高いのが欠点かな。日本の反応。渓谷式は直火じゃないんだよね。炭を使えとは言わないけど、余分な油がちゃんと下に落ちるようにガスコンロでもいいから炉端で焼かんと表面がパリッと香ばしく仕上がらない。タッコチも美味しいと思うけどね。ただ渓谷式じゃなくて、調理法は日本の焼き鳥と同じ。タレが変わっただけで、何でも渓谷式とか名前まで変えて渓谷のものにしようとするのはどうかとは思う。これは発展してきた歴史や文化の違いで、その国に合ったものが生まれるから比べるものではないと思う。当然自国の方が美味しいだろうし、なんでそんなものまで比べるの？日本料理に使われる備長炭は日持ちが良くて灰が少ない。焼き鳥に使ってる鶏の肉汁や油が炭の上に落ちても火力が落ちず灰が舞い上がらない。灰が多い他の炭を使うと灰が舞い上がり、焼き鳥自体にたくさんの灰がつく。日本の焼き鳥を真似たけれど、良質な炭を使えず灰だらけになるので、ホットプレートで焼いているのかもね。ひいき目なしに言うと、渓谷の焼き鳥はタレに香辛料が効いているのかピリピリする。それとやたらタレが自己主張してて、肉の味がよくわからなかったな。あとやたらガス臭かったりもする。俺が食べた店が悪い可能性もあるけど、日本の炭火焼きの焼き鳥に慣れてるとあの匂いはダメだった。まあ匂いに関しては日本の安い飲み屋の焼き鳥も変に臭かったりするけどね。食べ物はそれぞれの国の人たちの味覚に合うように発展しているので、自国のものが美味しいと感じるのは当然のことなのかもしれませんね。しかし昨今、渓谷で日本の焼き鳥は人気を集めているといいます。4人に1人は自営業者と言われている渓谷では、開業をするにあたって飲食店を選択する経営者が多く、寿司、ラーメン、居酒屋などはすでに渓谷人の食生活の一部となっていることもあって、日本食品は有望な開業アイテムとなっています。中には日本グルメに魅力を見出し、日本で技術を習得して渓谷に持ち帰る人も多いようです。焼き鳥店は人件費やテナント料など店舗維持費を抑えられる一人創業の流行もあって、開業アイテムとして注目されているのだとか。渓谷では焼き鳥店は家族で会食を楽しむ場所というよりも、むしろ飲み会の二次会や
個人がお酒を楽しむバーとして認識されているようです。渓谷人だけではなく、多くの外国人にも愛されている焼き鳥。個人的には海外で人気が出てきているとはいえ、味とコスパなどを考えると、焼き鳥はもっと評価されるべき食べ物だと思っています。いかがだったでしょうか。よければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。